はい、どうもチューバーチャンネル TV 神谷です。今回もヌソオロチ2アルティメット続きやっていきたいと思います。この世界へ来る前は何をしてたの？仲間はここへは一緒に来てないようだけど。私は娘の命を守るために戦っていました。決着がついて帰る途中、気づいたらここに。仲間は元の世界でもいませんでした。私は許されない過ちを犯しましたから。お前は時々思い詰めた顔をする。何か気になることでもある？元の世界に息子と娘を残してきたのです。しかも娘は命の危機にあります。私が戦ったのは愛する娘を生かすため。あの子が無事かどうか心配なのです。さあ続いてこちら、6章遠州救援戦。遠州が宮本武蔵らに吸収された。苦戦する黒田官兵衛、カクラを救援せよ。いくつかの疑問は残されたものの、騒乱の端緒となった誤解は解け、蜀徳川連合軍と魏織田連合軍は双方矛を収めた。だが胸をなで下ろすいとまもなく、次なる騒乱が発生する。宮本武蔵、アキレウスらの独立勢力が魏織田連合の領地を吸収。守備していた黒田官兵衛と核は窮地に立たされた。宮本武蔵たちの狙いは何なのか、あるいはこれも賜物前の暗躍によるものなのか。疑念を抱きつつ、花公園たちは仲間を救援すべく出陣した。こりゃあひどい状況になってやがる。早く手を貸さねえと皆がやべえ。こうなった理由を確認するのは後ですね。今は急ぎ角度の立ちを救わなくては。あやね、はやぶささん、こんな形で戦うことになるなんて。ああ嬉しいよ武蔵、やっと君と全力で戦えるんだね。ああ浸るの後にしてくれ。とにかく急いで皆を助けに行くぞ。戦闘開始。敵に囲まれてようが引けねえな。突破して味方を助けるぞ。敵の総援かよ。だが簡単に合流させねえ。レベルアップ。ここで足止めされるわけにはいかない。失礼、一気に突破するわ。やっと武蔵と切り合えるね。皆さんの美しさに負けてはいられません。この長春が今腕噛みよってもな。足並みに不安が残るが、ジョコ、あんたもか。なんだぜ、いいやつだと思ってたのによ。誰を武蔵の本当に身に覚えがござらん。かかってきやがれ。少しは話を聞いてほしい。うるせえ悪党ども、次は話なんかね。前田利家の武装発動。死なざるを得ぬか。敵将に俺が撃ち取った。援軍は分断され、防御線は破綻。
この状況を打破するのは難しかろう。いやいやいや、冷静に分析しているのはあんた。俺と勝負だ。覚悟しろ。連絡死体もございませぬ。苦しいな。ここは引かねば。大将、打ち取ったわ。私の気力に勝てると思うか。終着至極に存ずる。そのまま負けではない。敵将撃ち取った。何よりだ。父さん、いいところに。いや、助かったよ。遠慮は無用だ。身体の無双発動。そのまま負けではない。敵将、撃ち取ったわ。来たか、ケイラの女性に関して。失礼。ソフィーティアの無双発動。ザルを追い抜か。敵将、撃ち取ったわ。嬉しいよ、武蔵。やっと君を切ってあげる。切り合えんなら悪党の味方でも必要のかよ。てめえらこいつらの仲間か。俺がまとめて相手してやるぜ。ゾウとレベルアップ。それで、あいつらなんで攻めてきたんだ。俺の中にかばかられたのか。武蔵ならば騙すのも容易だからな。今だって消えられ羊が群れたところだ。狼には勝てる。その血を我が物屍を晒すがいい。相手がたける獣ならばいい手があります。こちらの戦力も十分。一つ試してみますか。よし、俺たちの実力、俺たちの実力、クリームが出て奴の進路に幽閉を伏せて、その戦車に合わせて背後を突いてください。この身まで戦う所存。大きな敵に矢の雨を降らせよ。小ざかしい真似をする。弱小どもが何本矢を放とうと。神、朽ちるまで戦う所存。遊びはここまでだ。
ちらの勢力が盛り返しているようだ。我らも行くぞ。この戦いの因果を見極める。リュウ様、私もお供します。なら私は正面から奴らを攻める。かの忍びらが戦場から姿を消したが、怪しいよ。念のため手を引きしておこう。あなたは誰であるか。手数を踏むようよ。傷つけ合うのは避けたいけど、私を本気にさせたら消えて、たっぷり後悔するといいの。潜入完了。モンゴンなんだ。さすがの腕前だが、その動きは予測通りだ。取り式の障害押し通るのみ。かかってきやがれ。あのね、止める。いや、もう見事。おやこのプラグ、敵を煩わせてしまいました。漆黒の闇より水槽、いざ勝負。この地で行ってやるぜ。やるな。おいだ。ここで引き下がれ。お前の信念しかと感じたぞ。もはや刃を交える意味はない。ここは引く。まだだ。これはまだ終わっちゃいねえ。昇格、怪我は大丈夫なのかよ。まだ少々痛みが大事ない。失礼。今敵を撃つのみ。分かった。あんま無理すんな。俺が全力で戦ってやっからよ。できなくて、楽しそうだ。やめて。ユウ様、申し訳ありません。楽しもうよ、武蔵。ふざけんな、小次郎。楽しんでんじゃねえ。お助けたまえ。合体術を発動。
やれやれ、とんだ騒ぎだった。結局原因は何だったのかね。さあな、まあ、考えてもしゃあねえ。誰か事情を知ってるやつに聞くしかないわな。私は倒れるわけにはいかない。さて武蔵殿、俺たちを責めた理由を教えてくれるかな。だから何度も言ってるじゃねえか、先に仕掛けてきたのはお前らだ。聴覚を騙し打ちしやがっただろう。俺はそういう卑怯なのが一番許せねえんだ。少子、勝手な思い込みで騒乱を起こすとは己の愚かさを不意調して回るようなもの。なんだと？てめえ、しらばっくれる気か。こりゃあれだな、賜物前とダッキの仕業じゃねえか。似たような話俺は何度も聞いてきたぜ。偽物が何人もいるとしか思えねえ事件をな。偽物がいるだと？そんな話信じろってのかよ。信じられないのも無理はありません。しかし相手は人ではないのです。何が起きても不思議ではない。この世界であなたもそれを知ったはずです。それはそうだけどよ。まあ、急に信じろってのも無理な話だ。今は納得できなくても構わねえぜ。ただな、こっから先は協力してくれ。俺たちもこの状況を何とかしてんだ。わかったよ、俺たちもお前らに力を貸すぜ。徳川と諸府の連合軍より報告です。龍頭山で賜物前を発見したとの。現地には偵察のため王刀殿が先行しているそうです。うん、ついに奴を見つけたか。長き道のりであったな。奴に逃げられてはかなわぬ。我々も急ぎ龍頭山へ向かうぞ。龍頭山捜索船を戦場選択で選べるようになりました。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミアンでした。バイバイ。